はいどうも皆さん、ドラ西くんのゴミダメの部屋へようこそ。質問募集してからまあ3週間ぐらいか、リアルが忙しくなってくるんで、そろそろ質問コーナーやっとかないと多分1、2ヶ月くらいサボっちゃうかもしれないんで、もうさっさとやっちゃおうかね。登録者3万人いきましたけども、誠に嬉しいことです。これはコメントね、まあ100くればいいかなぐらいで思ってたんだよ。いやまさかこんなに質問してもらえるとは思いもしませんでした。ありがとうございます。じゃあ行くわよ。質問です。ドラ西さんの由来って何ですか？来ました。オーソドックスだね。やっぱね、まずはオーソドックスに行きましょうよ、質問ね。これ案外ね、適当につけたと思うべさ。でも全然違うんだよね。かなりいろいろな経緯があって、この名前になったんですよ、実は。YouTube 始めるとき、名前にまず困りましてね。戦闘中投稿する前のドラ西くんはね、名前何にしようかな、スペペロンチーノとか、シッコ伯爵かな。兄貴に相談したと。当時ね、兄貴が YouTube をやってたんだよ。ほんのちょこっとだけやってて、その時に、お前名前何にしてたのって聞いたんですよ。そしたらミニドラだったかな、なんかドラえもん的な感じの名前だったらしいの。兄貴のね、使ってた名前受け継ぐかと。お前の死は無駄にしないと。別に死んではいないけど、ドラだけもらったんですよ。西は本名ですね、シンプルに。はい、ドラ西完成。質問コーナーで質問する質問がわからないです。この質問は質問というのでしょうか？こんな質問に質問コーナーへ出してくれるのは本当にありがたいことですが、質問はやっぱり真面目な質問がいいですよね。まあそうですね、質問コーナーなんでね、やっぱ真面目な質問がね、やっぱ一番採用されるっていうのはね、かなり確信ついていますよ。その質問コーナーに選ばれる原理としてはね。まあ話の論点ずれちゃってるんでちょっと戻しますけど、質問コーナーで質問する質問がわからないっていう質問が、これが本当に質問という定義をクリアしているのかっていうのが、まああなたの質問なんですよね。まあこれから言うのはあくまで全部僕の主観なんですけど、まあそんなに難しく考えなくていいんですよ。あなたが疑問に思ったことを聞いてくれれば、もうそれはもう僕に対しての質問になるんで、そういう真面目不真面目とか関係ないですよ。もうふざけてる人なんてもういっぱいいるんでね。あなたが純粋に気になったことを質問コーナーで質問する質問がわからないですっていう質問を僕に投げかけた時点で、もうこれは質問として成立してると僕は思いますよ。うん、これでいい。ドラ西さんの好きな洗濯機は何ですか？僕はドラム式です。あの蓋のコリコリした食感がたまらないんですよね。そうですね、僕も好きな洗濯機と言ったらドラム式ですね。まあ蓋のあのコリコリはたまらないですよね。その気持ちすごいわかります。あ、ちなみに僕のおすすめはね、あのパナソニックの NAVX800。 登録者3万人おめでとうございます。ところでめっちゃ腹減ってるんですけれども、何かおすすめなのはないですか？じゃああれがいい、あれなんだっけ、鎧もぐらゴキブリ。ドラ西さんのゲーム実況で一番の名場面は何ですか？はい、よくぞ聞いてくれました。これ待ってたね、こういう質問。一番の名場面はね、めちゃめちゃ自慢したい動画が一本あるんだよ。ファイブナイツアットフレディーズのアルティメットカスタムナイトオール20クリアね。人生であれほど集中した瞬間はないってくらい集中した動画だから。本吉は最近ドラ西さんの動画を楽しく見させていただいてます。実は今友人関係で悩んでて。あ、友達いない。あ、ごめんなさい、聞く人間違えてました。申し訳ないです。10万いったら顔出しして。やだ。なぜそんな面白い動画が作れるのですか？毎回絶対笑う。見てすぐ。いや、ありがとうございます。いやー、なぜそんな面白い動画が作れるのですかか。いや、これは答えに困る質問ですね。端的に言うとまあ、才能ってやつっすかね。ドラ西さんのパンツの色は何色ですか？ボブメ色。ツッコミだけ見たいです。ほんとそれマッチ。このツッコミ系のコメントすごいきますね。なんでやんないの、早くやってっていう、ツッコミ系の方が伸びるよっていうコメントはいっぱいきますね。まあちょっとこの人には申し訳ないんですけど、ちょっと白黒さしとくわ。今後一切ツッコミはやるつもりないんだよね、実は。本当にツッコミだけ待ってる人がいるのであれば、ちょっと登録しない方がいいかな。身勝手で申し訳ないんですけど、まあ、自分で始めたっていうのもあるんだけど、ちょっと真面目な話になっちゃうけど、当時の僕は、もうツッコミ系っていうジャンルを全く知らなかったんだよね。僕はゲーム実況感覚っていうか、もう本当にいつものゲーム実況と同じ感覚で撮ってたわけなんですよね。その時の僕は、この動画は、ゲーム実況っていうジャンルに当てはまるものだとずっと思ってるんですよね、今でも。で、思ってたんだけど、違うらしいと、なんか今、最近、ほんと最近だよね。ツッコミ系っていうやつに当てはまるらしいんですよ。で、僕もそのツッコミ系ってどういう動画なのかなって、当時何も知らなかったんで、そのツッコミ系っていうジャンルの動画を見てみると、まあ、動画の構造すごい似てたね、俺。あれはツッコミ系って言われてもしょうがないけど、まあそれでツッコミ系っていうなんか肩書きで、まさかあんな伸びるとは思わなかったけどね。嬉しい反面、なんか不本意な、俺ゲーム実況者なんだけどなっていう。全部はやったけど、もう今後これ以上はツッコミやりたくないかな。なんか、なぜやんないかっつうと、実はね、
あんまやってて俺が楽しくなかったからやりたくないっていうのと、ゲーム実況ってジャンルを6年間やってきて今更ツッコミに、やりたくないんだよね。ツッコミに切り替えれば明らかに数は増えるかもしれないけど、やっぱり6年間やってきたことを曲げるってことがどうしても俺できなくて、数目的で別にやってるわけじゃないんで、好きでゲーム実況をやってるんで、やっぱなんか曲げてまでツッコミをやりたくはないんですよね。ゲーム実況とツッコミどっちが楽しいって言われたら、全然ゲーム実況の方が僕やってて楽しいんで、本当、なんか急に真面目な質問になっちゃったけど、なんかごめんなさい。おめでとうございます。若さんとの結婚はいつですか？しねえよ。トイレ行きたいのに妹がトイレから出てこなくて困ってます。どうしてくれるんですか？笑えばいいと思うよ。地球はいつ滅ぶと思いますか？明後日くらいじゃない？いつも面白い動画を見て日常がより楽しくなっている気がします。では早速気になったことを片っ端から聞きます。一動画投稿をやろうと思ったきっかけは何ですか？にわかさんとの信頼度はズバリ何パーセントだと実感できますか？3投稿した動画シリーズの中で一番きつかった、一番楽しかったって感じたゲームなどは何ですか？4できる限りの部屋紹介をしてみてください。小田西さんの日常風景をざっくり紹介してください。以上です。これからも投稿頑張ってくださいね。暇だったから100アルティメットカスタマナイト50二重モード。起きる寝る。この質問が採用される確率は低い。だが俺は採用されなくとも俺の心の中のドラ西さんへの愛さえあれば十分だ。だがどうしても見始めた時から質問したかったことがある。でもこれを質問するともしかすると嫌われるかもしれません。だけど覚悟は決めました。質問です。走って死んでください。真剣な質問です。個人情報すべて教えてください。僕の住所がで本名が質問は若さんと出会ったきっかけはああなんですか？若はね、小6のあたりから仲良くなって小中高ずっと一緒だね。まあ幼馴染っていうのかな、幼馴染まではいかないかな、かなり付き合いは長いですよあいつとは。個人的に あいつより面白いやつ出会ったことまだないな。あいつの発言大体笑うからな。 俺のツボにはまるんだよあいつの発言大体。ガチで絵を描いてみて。これ高校の時に描いた絵ですね。キリエっていう作品を作ってる時のこれ下書きなんだよ。下書き、あとこれ言っとくけど、これ模写だからね。模写なんもすごくない。で切り抜いたのがこちらになります。質問というか願望です。本気でリミックス展やってほしいです。